クラスメートの藤原くんはすごくおかしい。そう気づいてから1年くらい経った冬のある日のこと。真夜中1時過ぎ、俺は大事な宿題を教室に忘れてきたのに気づいた。次の日に提出しなければ大変な目に遭う宿題なので、俺に残された選択肢は学校に取りに行く以外になかった。ただいくら俺が立派な男だとしても、真夜中にしかも学校に行くってのはかなり怖かった。でも次の日のことを考えるとそっちのが怖い。てなわけで俺は携帯を手に取り、ある番号に電話をかけて、つまりは藤原君である。もしもし。いかにも寝てましたって声で藤原君は電話に出た。俺だって本当なら藤原君には頼りたくなかったが、俺の知っている友人たちの中に一人暮らしなのは藤原君しかいなかったので頼らざるを得なかった。君は本当にバカだろう。2、3回死ねばいい。と暴言を吐きながらも、藤原君は10分後に校門で待ち合わせをしてくれた。そして10分後、自転車を飛ばして校門に行くと、フードをすっぽりかぶった怪しい人間がいた。何を隠そう藤原君だ。クソ寒いってのに、とブツブツつぶやく藤原君に肉まんをおごる約束をして俺は校舎に入った。しかし夜の学校ってのはなんでこんなに不気味なものなのか。薄くついている明かりだとか、非常ベルの赤いライトだったりとか、いかにも何かが出そうな雰囲気だ。しかも隣には藤原君。宿題を忘れてきた自分を俺はひどく呪った。その時、さくら、ちょっと止まって。教室に向かう階段の途中、藤原くんが突然言った。多少ビビりながら、何？と聞き返すと、藤原くんは親指をクイッと後ろに刺し、足音、増えてる、と口パクで言った。耳を澄ませば確かに、カツカツと足音が聞こえる。内心めちゃくちゃビビりながらも、俺は笑顔を浮かべていった。藤原くんは何でもそっちに考える。ビビりすぎだって。きっと用務員さんか宿直の先生だろ。しかし藤原くんは、君はほんとおめでたいね。用務員さんがハイヒールを履いてるか？と言った。確かに足音はハイヒールの音に聞こえる。松野先生が宿直なのかもしれないだろ。女の先生だって夜勤くらいあるじゃん。俺は恐怖を拭いた一心でなおも反論した。しかし藤原くんはにやりと笑うと、じゃあ聞くけど、なんで足音増えてるの？その言葉に俺は気づいてしまった。聞こえるのはさっきのカツカツって音だけじゃなく、バタバタと駆け回る子供のような足音や、トントンとゆっくり歩く足音、這いずるような足音など、たくさんの足音になっていること。いつの間にか増えたのか、最初からたくさんだったのかはどうでもいい。とにかく足音の正体は決して用務員さんや宿直の先生ではないことは確かだった。藤原くん、何？走ろ。そうだね。俺は藤原くんを引っ張って階段を駆け上がった。後ろから聞こえる足音もそれに合わせるように速度が上がる。息を切らしながらも命からがら自分の教室を見つけ中に入った。隠れられそうな場所は掃除用具入れのロッカーしかなかった。俺は藤原くんをロッカーに押し込み、自分も中に入るとドアを閉めた。藤原くんが狭いのなんだのブツブツ文句を言ってるが気にしている場合じゃなかった。足音は聞こえなくなっていたが、俺の心臓はバクバク言いっぱなしだった。さくら、知ってる？
藤原君が言った。心臓の音はね、ああいうものを呼び寄せるんだよ。似たりと前髪に隠れていた目が笑う。途端にドン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 と隠れていたロッカーを何かが叩き出した。うわーと俺は耳を押さえて叫んで藤原君にしがみついた。藤原君はだから言ったでしょと面倒くさそうに言うと、うざいと一言俺を引き剥がし、やかましいわとものすごい声で怒鳴った。そして用具入れのドアを蹴飛ばし、帰るよと言ってスタスタ歩き出した。俺はあっけに取られながらも慌てて藤原君を追った。あたりには何もいなかった。怖いと思うと寄ってくるとか言うだろ。あれは怖がることで鼓動が跳ね上がって、その音につられて寄ってくるんだよとか意味のわからないうんちくを語りながら、藤原君は校舎を出て行った。俺はもう何も言う気力がなかった。その後藤原君と二血して帰り、しっかり肉まんをおごらされ、帰宅して布団に入った時に肝心の宿題を再び忘れてきたことに気づいたが、もうすべては後の祭りだった。